はい、皆様こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅尾です。今回はですね、トレーニングメニューの紹介になります。カテゴリーとしてはファンクショナルトレーニング、いわゆる体の機能性ですね、動きをよりスムーズにするためのトレーニングメニューになります。ターゲットはストロークです。皆様のストロークにおける体の使い方、これをよりスムーズにすることによってストローク力の向上だったり安定を目指そうというような目的になります。今回のメニューで必要なのがメディシンボールになるんですね。で、動画では2キロ使いますが、この重さに関しては皆様のフィジカルレベルに合わせてもらって全然大丈夫です。もっと軽くても重くてもそれは全く関係ございません。で、もう一個大事なのが股関節ですね。ここをしっかり使えないと今からやる機能性のトレーニングがなかなかできないので、前回股関節の使い方、動かし方をテーマにさせてもらった動画がこちらで、その2個前にバランスをメインにしたこちらの動画をアップさせていただいたんですが、できたらこれ踏まえて今日のメニューに入っていただきたいので、まだ見ていない方だったり、股関節使うってどうやって使うのっていうふうにちょっとクエスチョンがある方はこちらの動画をご覧になってください。40歳以上の方向けのトレーニングメニューシリーズってことにしてあるんですが、これ年齢関係なく使い方がわからないよっていう方はぜひご覧になっていただければと思います。コーディネーションという、まあ、堅苦しい言葉を使ったんですが、単純で下半身、まあ、重心落としたり、スタンス広げたり、スクワットでね、お尻の太ももの筋肉を鍛えてもらった、ここで作られたパワーを体幹経由させて上半身ラケットに持っていこう。この動きのスムーズ化を図りたいときに、絶対に外せないのがこの股関節、太ももの骨、大腿骨と骨盤を結んでいるこの股関節。こいつをちゃんと使えないと上半身にちゃんとしたパワーを持っていくってこと、そもそも構造上できないと。で、その時に必要なのが、前回こちらの動画で説明させてもらった、パッと重心下げて、こことここの股関節をこういう風に使っていく、この動きですね。まあ、股関節と連動して骨盤も動くんですけども、この動きが絶対に必要になります。前回の動画ではこの動きで終わったんですけども、これに背骨の動きが入り、肩肩甲骨の動きが入り、手の動きが入ると。これが一連の動きとしてスムーズにやっていきたい。っていう時に、こいつが登場するんですね。あえて重いものを持つことによって、自分の体がちゃんと使えているかっていうのを体で体感できるんですね。振り遅れで悩んでいる方いらっしゃると思うんですけども、振り遅れっていうのは相手のボールが飛んできたタイミングとスイングのタイミングが遅れてうまく打てませんっていうこともよくあるんですけども、そうではなくて皆様の体の動きがスムーズになってないと、皆様の体の中で遅れが生じている。結果ボールにタイミングが合わなくて振り遅れが存在しているってことがよくあるので、この場合は、いくらテニスの練習をしても、この振り遅れとか、体の使い方っていうのは、なかなか改善していかないんですね。なので、トレーニングが必要なんですよ。メニューとしては、むちゃんこ簡単です。まず、両軸のメニューから入りますね。まず、重心を落としますと。ちゃんと、お尻引いてくださいね。膝が出ないように。まあ、これはスクワットのポジションですね。で、ここから、まあ、僕、右利きなんで、フォアハンドイメージすると、こうですね。で、最初のメニューは、まだ体重移動を発生させないでいきます。テイクバックから、スイング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 ですね。筋トレとして考えると、当然スクワットの要素が入るので、太ももが疲れます。試しに、あえて、このメディシンの動き、ちょっと早く試してもらいたいんですけども、このボールに体がこう持ってかれる感覚の方いらっしゃいますか？これはお腹、腹圧、体幹が持ってかれちゃっていることを指すんですね。スイングスピード速い方、むちゃくちゃ多いじゃないですか。ちょっと考えていただきたいんですよ。皆様はラケットをしっかり振れているのか、そうではなくて振られちゃっている方結構多いと思うんですね。こっちのこと意識ばっかしちゃって、スイングスピードが
ご自身の体のコントロールの範疇より上がりすぎて振られちゃっていると。これももはや軸ブレなので、そういうのも是正するために、あえてグッて落とした時に、お腹意識してください。ここをぶらさないんだよと。で、もうちょっとその先の世界に行くと、ここがブレないから、ここのスイングのスピードが上がるんだよ。上げられるんだよっていう感覚になれば、これもこのトレーニングメニューの一つの目的になります。で、フォアサイもやったら、バックサイ。グッと。グッと。股関節の屈伸、上下運動と骨盤のこの捻転の動きと上半身のスイング。この3つの動きをタイミングよく合わせてくることによって、軸ブレすることなく、ちゃんとこのメディシンボールが持ってこれる。で、冒頭お伝えした機能性のトレーニングメニューになるので、これただやってるだけで、体の使い方がどん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 こう一致してくる感覚になるんですね。医学用語で運動っていうのは、この関節一つ一つの動きのことを指すんですね。この一つ一つの動き、運動がピシャッとこう一連の動作になることを運動連鎖っていうんですね。で、もちろんこれを理屈から考えて骨盤だ、胸椎だ、肩だって考えてやるのもよしなんですけども、ちょっとそういうのが難しいなっていう方は、いい意味で理屈は置いといて、こういう動き系の、ファンクショナル系のトレーニングをしこたま安定するまでやっちゃうんです。そうすると頭の理解ではなく、体がそれを理解する状態になるので、理屈関係なく皆様のやりたいスムーズな体の使い方を獲得することができます。ここからよりテニスの動きに合わせていきたいんですけども、最初にやったのが中心軸だったので、これをまず右軸に移動しますね。はい。筋トレで言うと片足スクワット状態ですね。ほぼほぼこっちに体重重心が乗って、こっちはただ地面についているぐらいですね。ここに屈伸運動とねじりの動きとスイング動作を持ってきますね。ぐーって落として、グッと落として、グッと落として、グッと入力、出力。そこにスピードですね。グッ、グッと、グッと、グッと。バックも同様に左足軸ですね。今度こっちに重心まっすぐ持ってきて、同じように持ってきます。はい。筋トレにもなるし、これで十分コーディネーションのトレーニングになります。できるだけこの内側のももの付け根、これ挟んできてくださいね。これを挟むことによって戻すときにパワーが下半身から持ってこれるようになるので、そもそもこれテイクバックの時に挟めないと出すパワーがなくなっちゃうってことになるので、必ずテイクバックの時にここが挟まれていると。軸足の重心体重が外にテイクバックと一緒にこう流れていないっていうのは確認した上で、グッと、下から、持ってきてください。で、もう一個やっていただきたいものがあって、トレーニングとしてはバランス要素になるんですけども、実際のテニスで言うと、ちょっと振られた時、パッとセンターから右に振られましたっていう時に、ステップインできないよってなると、まあ、いわゆるオープンスタンスで打つと思うんですね。ただ、この体の勢いが相当ついているので、打った後体がちょっと外に流れてしまう。っていう時に本当に体がこう流れてしまうと、テニスとしては、まああんまりいただけない形になっちゃうので、グッと入ったら、まあこう持ってきたい。そうすればパッとこっちに戻れますよね。いう時に体で何が起こってるかっていうと、右軸でグッてテイクバックで入ったら、スイングしていくと時に、この左足がついてこないといけないんですよ。この左足がついてこないと上半身がこう流らざるを得ないっていうことになるので、体幹軸を立たしておくためにもこの左足の要素がすごく大事になる。なのでこちらの動画で説明させてもらったここからこの動きが必要なんですよ。はい。実際こんな打ち方しないじゃないかではなくて、ここから左足が寄ってくる要素が入ってくるんですね。動きの中で。で、トレーニングっていうのは実際のスポーツでこの動きが入るからそれをトレーニングしよう。実際同じ動きをしようっていう場合もあれば、
実際にはその動きはしないけど、そこに類似した、それをより強調した動きを鍛えたいよねってことはよくあるんですよ。例えばダブルディジャンプなんてテニス中やんないじゃないか。腕立て伏せなんてテニス中にこんな動きないじゃないですか。でもなぜやるのって言ったら、そこを強化したいからやるんですよね。なのでそれと同じ理屈で、今からやっていただきたいのは、ちょっとバランスも意識するためにあえてね、反対側の足浮かせてもらって、テイクバックモーション入れて引き上げる、テイクバックモーション入れて引き上げるっていうのをやっときたいんですよ。筋トレとして考えても、さっきやったやつは片足ついていたので、まだ軸足ちょっと楽なんですよ。今回はもう全部浮かしているので、そもそも筋トレの負荷値としても上がるし、片足で立つので、バランス能力にもなると。で、コーディネーショントレーニングとして考えると、筋力プラスバランスが向上できるので、まあ一石二鳥とも言える。ただし、難しいので、もし、あんまりこう、バランスが取れないよってなれば、2個目のこれだけで結構なんですけども、慣れてきたなーって思えば、ちょっとここから切り返し動作の時にテニス必要だよねっていう風に判断してもらって、この動きを持ってきて、ピチッと止まれるようにしていただきたいと。私も含めて多くの方が苦手な反対側、バックハンド側の軸足ですよね。これねー、うわ、なかなか止まれない。あ、できてきた。そう。これがね、コーディネーショントレーニングのいいことで、画面だと伝わらないんですけど、確実に1回目より、体の使い方がね、スイッチが入った感じになって、あ、もう絶対ブレない。なんかこんな感覚になるんですよ。はい、ブレない。この感覚は、おいおい、素顔何打っちゃってんだっていうことじゃなくて、やっていただくとわかります。バランスってなんか悪いんだけどっていう感覚が、なんかね、ピタッとね、一致してくる感覚があるんですよ。これがコーディネートが整ったっていうような状態になるんです。なので、このトレーニングのやるタイミングはテニスやる前がいいです。テニスやる前。テニスやる前にもちろん負荷上げすぎちゃうと疲れちゃうので、回数は少なくていいんですよ。ただ、感じるっていうのが大事で、つま先から頭の先、指先まで全部自分自身の脳の思い通りに動かせてる。ブレてないっていうのがすごく大事な感覚になるので、ぜひですね、皆様の練習、試合の前にこのメディシンボールトレーニングを導入してみてください。はい、皆様いかがでしたでしょうか。最初は中心軸、オアバックで片足軸、その時はまだ反対側ついといて、こっちの足も動かしてませんで、反対側もやって、で3つ目が片足バランスでやってくる。で、これを反対側もやってください。股関節の動きはこれですよ。骨盤の動きはこれですよ。それで皆様の各々の上半身のスイングモーションをドッキングしてくると。まあそういった形になります。これ本当にいいトレーニングメニューなんて、本当にやってみてください。とりわけ今までやったことがない人は多分違う新境地にたどり着くと思います。よくテニスでとりわけ上手い人が打ち方の説明とかできない場合あるじゃないですか。要は感覚が優れてる方々。要はそういう方々ってこういうことがうまいというかできるんですよ。で、できない方は感じることができないので、どうしても言葉とか視覚、目で見て情報を得るしかないんですね。なかなかプロのような上級者のようなスイングってすぐには模倣できないんですけども、こういうところは感じることは比較的できるんですね。そこで皆様のスイングをドッキングしてくると。結局、持論ですけども、誰かの模倣とか誰かと一緒っていうのは限界があるし、そもそも無理だと思っているので、皆様のスイングを皆様の体で作っていくっていう感覚が必要な時に、このコーディネーションっていうのはどなたでも必要だよね。そこには年齢、レベル、性別全く関係ないよねっていう感覚で、今回のメニューを紹介させていただいたので、ぜひちょっとまだね、メディシン持ってない方は、若干投資する金額がかかってきますが、ビールの2本、3本我慢してですね、メディシンボール購入していただければと思います。ということで、引き続きトレーニングメニューはどんどん作っていこうと思いますので、テニスのためにトレーニングは必要なんだよということを頭の中心に、心の真ん中に置きながら、テニスの方をエンジョイしてください。ということで、また次の動画で会いましょう。それでは、膝、怪我しないように気をつけてください。